エリザベス・ウィルソンはアメリカ合衆国の女優である。1921年にミシガン州のグランドラピッツ生まれ。父親は保険の外交員だった。女優を目指しニューヨークにあるアメリカン・アカデミー・オブ・ドラマティック・アーツで演劇を学び、後に俳優として活躍したスタンフォード・マイズナーと共にネイバー・フット・プレイハウスでも学ぶ。1953年に ウィリアムインジ原作の舞台、ピクニックで、ブロードウェイデビューを果たした。同作品は、ジョシュア・ローガンにより1955年に映画化され、ウィリアム・ホールデン、キム・ノバクラが主役として出演している。ウィルソン自身も映画版へも出演し、それが映画デビューともなった。徐々に女優としてのキャリアを積み重ねていき、テレビ、映画、舞台それぞれのフィールドで実力を発揮。 1972年に出演した舞台スティックスボーンズではトニー賞を受賞しており、1980年には同じく舞台のモーニング・エス・アット・セブンにてドラマデスクアワードの最優秀アンサンブルパフォーマンス賞を授与された。それ以外でも数々の賞にノミネートされており、格好たる女優としての地位を確立した。な映画への出演でも知られており、 アルフレッド・ヒッチコック監督のパニック映画、鳥のヘレン・カーター役や、ダスティン・ホフマンの出世作、卒業における、ミセス・ブラドック役や、大ヒット映画、アダムス・ファミリーで、アダムス一家の財産を狙うドクター・ピンラー・シュロス、役などがある。その他、数々のテレビドラマや、オフ・ブロードウェイなどにも出演している。2015年5月9日死去。94歳没。ありがとうございます。